地下層軍はアメリカ合衆国アイオワ州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は12,439人であり、2000年の13,095人から5.0%減少した。軍庁所在地はニューハンプトン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。地下層軍は1851年1月15日に設立され、 軍名はアメリカ合衆国南部土着のインディアン部族、地下創族にちなんで名付けられた。地下創族の州長にはブラッドフォードがいたが、これが町と軍区の名前に採用された。1848年に最初の白人開拓者が軍内に入り、1854年から軍の南西軍にあったブラッドフォードの町が最初の軍庁所在地になった。 1857年春、軍庁所在地は地理的な中心に近いニューハンプトンに移された。当時は地下層センターと呼ばれた。軍政府の最初の事務所は民間の家屋と学校の校舎の中にあった。1865年、初代軍庁舎が建設され、1876年にはこれが拡張されたが、1880年3月26日の火事で全焼した。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は505.48平方マイルであり、このうち陸地は504.64平方マイル、水域は0.84平方マイルであり、水域率は0.17%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人口ピラミッド以下は2000年の 国勢調査による人口統計データである。地下総軍は2000年の国勢調査で失業率が8%となり、アイオワ州では最高になった。しかしこの数字はアメリカ合衆国中西部の多くの軍が直面しているものに比べればまだ低かった。地下総軍は12の軍区に分割されている。ありがとうございます。